ナマステイサラマレイコン。はい、どうも皆さん、こんにちは。お元気でしょうか。今日もやっていきましょう。はい、今日はですね、アフガニスタンとか、ね、地震ありましたよね。なのでちょっと地震がね多い国を旅した経験についてちょっとお話しさせてください。で、私モロッコとかね、アフガニスタンとか、もうほんとね、日本もそうですけど地震が多い国ばっかり行ってるんですよね。うん、でアフガニスタンは今年の3月行ってました。でパキスタンほぼ3回行ったかな。うん、でそう、パキスタンかアフガニスタンも行ったんですけど、でパキスタンでも結構大きい地震あってね、あとトルコもそうですよ、トルコも結構地震ある。あとトルコも大地震あったよね、今年にね。そうで、そうなんですよね。で日本も地震すごい、やっぱ311東日本大震災あったしね。本当ね、なんか地震が多い国ばっかり行っちゃうんですよね、本当に。そうで、そうなんですよ。うん、なのでまあ、ちょっと今日地震がねのお話っていうか、でもアフガニスタンでの地震があった場所はヘラートって言って、西の方なんですけど、アフガニスタンの中でも。でアフガニスタンのなんか京都みたいな感じで、古い、遺跡とか古い、文化がね残ってる町なんですよね。もうカブールよりずっとなんていうかな、こう荘厳なこう建造物とかがいっぱいあったりとかして。そうなんですよ。だから本当ね、文化財も結構すごい心配だしね。そうなんですよ。で僕が一つ持ってるラバーはカブールから来たんですね。カブールからも来てるし、ヘラートからも来てるんですね。でヘラートってやっぱイランの方に近いんで、独特のね文化があって、独特の音楽性があるんですよ。うん、なのでちょっともしよかったら後でちょっとヘラートのね、曲とかをちょっとご紹介したいと思います。結構ねキャッチーでね、分かりやすいのもある、分かりやすいというかこう親しみやすいのもあるし、あとイランの音楽みたいに微分音って言って、半音と半音の間の音を明確に出す音楽、楽曲もあるんですよ。なのでその辺もちょっとね、うん、ちょっとご紹介していければなと思います。なので今日はそうだな、地震が多い国アフガニスタン、やっぱね僕は音楽の仕事にしてるので、音楽の専門にしてるので、その辺のね立場からちょっと深掘りしていきたいと思います。じゃあちょっと今ラバーブ取ってきますね。アフガニスタンのヘラートのラバーブ取ってきますね。はい、ヘラートのラバーブ取ってきました。まあ地震の震源地がヘラートのね、旧市街ではないってことで、まあ、ちょっと離れたとこみたいなんですけど、でこのラバブはヘラートで作られたラバブです。でこのラバブを作られた、方たちはすでに引っ越しされて、タリバン政権下で結構楽器製作者がね結構弾圧されて仕事にならないので、イランに亡命されてますね。でイランのには結構なアフガンのレフィジーの方がたくさんね、昔からねいらっしゃってますね。でそうそうそう、でなんかアフガニスタンでもこう西側の人はイランに亡命して、東側の人はこうパキスタンに亡命するみたいな感じだったんですけど、昔のアフガン紛争の20年前とかのタリバン騒動の時とかね、911のテロの時とかね。そうそう、なので日本にはヘラートの人と僕まだ会ったことないんですよね。日本にはアフガニスタンの東の方、パキスタン側に近いジャララバード、そう、あそこの人は結構いらっしゃるんですけど、ヘラートの人はまだ会ったことないですね。ちょっと待ってくださいね、ちょっと引きますね。よいしょ、ちょっと体勢を整えてって感じで、うん、ちょっと待ってね、足をこうね座禅みたいにこうしっかり組んでるんですけど、これを組まないとちょっと集中してできないんで、じゃあ今からちょっとやらせていただくのは、ヒバリの飛翔っていう、ヒバリですね、鳥ですね、ね、鳴き声が美しい鳥の飛ぶ様を、描いたと言われる、ヘラートの民謡ですね。でこれはリズム形式は
ダナビヨシかな。だから、アフガニスタンのリズムでは、モゴーリーってやつですよね。モゴーリー、ちょっとやってみるか。モゴーリー、ちょっと面白いリズムですね。そうですね、ひばりの飛翔をねちょっと軽く演奏させていただきました。どうですかね。なんか結構まあまあね、リズムマシンと一緒にやってるからっていうのもあるかもしれないけど、結構なんだろう、分かりやすい方かもしれないね。うん、そんな感じはしないのではないですよね。どう感じましたか。うん、
じゃあちょっとあのイランの方にの影響がかなり強い楽曲もあるんですけど、なんか皆さんあの微分音って聞いたことありますか？英語で言うとマイクロトーンって言うんですけど、そうあの基本的にラバーブってピアノの鍵盤みたいに感じて、ギターのフレットみたいな感じで、半音ずつ、フレットがついてるんですね。そうでもあの僕のラバーブってヘラートのだから、その半音の半音、つまり4分の1の音のところにも、フレットがついてます。なのでまあそれはね自分でつけることができてるんですけど、なんでそうかというと、やっぱヘラートだから結構ねイラン音楽の影響を受けてそういうのをやったりするんですよね。だからちょっと待ってね、今チューニングするから。どういう風になってるかちょっとだけ音階説明してもいいですか？普通だと普通の、バイラビ、もしくは西洋的に言うと、フリジアンモードですね。フリギア戦法、2度がねフラットしてる、3度もフラットしてる、で4度はそのまま5度そのままみたいな感じで、ちょっとやってみましょう。さあこれ、さっきやった、ひばりの飛翔と同じ。そうですね。そうですね。ね、これはまあ普通にギターとかピアノとかでも表現可能な音階ですよね。でこれの2番目が、4分の1上がってるんですね。なので、まあ、音階だけで言うと、さあ、パーマパ、パーマが、さあ、ちょっとなんかこう、ちょっと宙に浮いたみたいだね。しようか。リズム形式が何だったっけな。なんかゆっくりの三拍子だったんですよね。だからアフガンタブラプレイヤーにもしかしてないのかも。このタブラだとインドのダドラにあるのかな。ちょっとインドのダドラでやってみようか。ちょっとリズム鳴らしますね。お、早い早い。こんなこんなもんかも。チーン入れてやろうか。今からやる曲は、アサドゥッラー・ジョンっていう曲ですね。ジョンっていうのは、なんとかさんって意味ですね。アサドゥッラーっていうなんだろう、アサドゥッラーさんって意味が。昔の聖人を称える歌かもしれないですね。
ちょっと軽くやってみました。どんな感じだったでしょうか。すごいなんか不思議な感じしません？でこれ実は去年のあのルーミーのメブラーナのコンサートで僕らやったんですね。うん、あのジャーネジャハンって言って、あ、じゃあこの曲じゃないんですけど、そのルーミーの詩に載せた歌があるんですけど、歌があるっていうか曲があって、そう、それをねやったんですよ。ジャネジャハンっていうリリックスちょっと見てみようか。でそれそこにもあのちょジャネジャハンのリリックス僕なんかメモしたよな、なんかちょっと。でそのジャネジャハンのシンガーがイラン音楽でめっちゃ有名な、めちゃくちゃなんか大家とされてるあのムハマド・レザ・シャジャリアーンって言って、シャジャリアーンってあのいう歌手なんですけど、そうそうなんですよね。で彼らが作った現代曲なんですよね、90年代に。そうで、それでもそこの曲の中でもこの微分を使ってたんですよ、実はこういう感じで。ちょっと待ってね。ちょっとあれ変えようか、去年の。じゃあね、ちょっといいですか、すいません。じゃあね、じゃあ半年後シャープでいい、微分ないです。じゃあねちゃはんどしこちゃぶてい、ねいほらたんだってれもぶてい、微分はないですね。 OK。
she some blue day。この音ですね、この音なんか不思議ですよね。あーけとるけらぶでい、あーけとるしけらぶでい。ここですね。
خدا بوده ای すいません、ちょっとなんか、そう、去年のねメブラーナのコンサートでやったジャネジャハンっていう楽曲やってみました。で、これなんか、イランの曲でしょ、アフガニスタン関係ないじゃんみたいな思うかもしれないですけど、結構ねシャジャリアンさんの楽曲ね、僕アフガニスタン行ってる時めっちゃ聴いたんですよ。すごい好きで、っていうのはアフガニスタンもイランもペルシャ語なんですよね。そうだからペルシャ語が公用語だからみんなわかる。でハザラ人っていうちょっとモンゴルっぽい、僕らと顔が全く同じのなんか民族がいるんですけど、まあ、彼らもすごいやっぱ、まあ、母国語ペルシャ語なんですよね。でペルシャ語のことをファルシーって言うんですけど、そうだからファルシーでみんなわかるから、やっぱイランの音楽ともう本当に同じっていうか文化もすごい同じって感じなんですね。特にやっぱもうカブールとかだと、まあ、真ん中の方のアフガニスタンなんで、もうよりイランに近いっていうか、だからすごく僕はパキスタンから行って割と衝撃でしたね。かなり衝撃でしたね。あ、ここはやっぱ中央アジアっていうか、あ、これイラン文化圏、まさにペルシャ文化圏なんだっていうので、如実に体験しました。そうですね、今日は地震の、ね、被災地で作られた楽器をちょっとお伝えしてきました。で、この12月の9日に、今年もメブラーナコンサートをやることが決まったんですね。でどういう感じでやるのかなと思ってたんですけど、東京ジャーミーが一応主催ってことで僕はお手伝いなんですけど、まあでもお手伝いって言っても演奏だけじゃなくてオーガナイズのお手伝いしてて、人をこう集めたり、なんかみんなのこう都合を聞いてリハーサルの日にち決めたりとか、そういうなんか事務的なことも手伝ってるんですけど、何より僕はすごい楽しみだなと思ったのは、昨日パーカッションの人が決まって、立岩さんっていうすごいなんか経験ある方で、まあ、結構有名な方なんですけど、その方とねこう一緒できるってことで、ね、立岩さんってこうタブラドラムとかもできたりとかして、まあ12月はタブラドラムやんないと思うんですけど、すごい楽しみですね。うん、なので12月に向けて結構僕はちょっとモチベーションが上がってますってことなんですけど、まあ地震のね被害がねなるべく最小限で済むように本当にね祈ってます。いやもうアフガニスタンただでさえね結構辛い時なので、でこれから寒い冬を迎えるので、この1ヶ月ぐらいで家とかね治るといいなと思ってるんですけどね。で、まあ、この楽器をね作られた方はもうすでにイランに亡命されてるって先ほどもお伝えした次第です。じゃあちょっとここでまたモード、あ、やばい、ヤマンカリアにしなきゃ。ヤマンカリアになってやるか。そうですね、ちょっとねここモード変えて、最後にちょっとどうしようかな、まあアフガニスタンの民謡でちょっと締めくくりさせてください。すごい優しい民謡があるので、ちょっと待って、まあ、座りのまた会話、
います。いや、なんかこれ全然エフェクトとかで何もかけないで、そのさっきのこのインド音楽のミヨーンってやつも全部切ってやってるんですけど、すごいすごいいい音しません？このラバーブ、もう本当になんか天国増幅装置みたいな、なんていうか幸せ増幅装置みたいな音がして、そうだから地震のね被災地のところって本当に歴史文化がね深くて素晴らしい楽器をね作ってるところなんですよ。だからアフガニスタンって危ないイメージだけじゃなくて、厳しいイメージだけじゃなくて、こういう本当に深いね歴史文化があるのをちょっと分かっていただければなと思います。そして最後宣伝になっちゃうんですけど、10月15日今週の日曜日に、あ、今週日曜日か、あの東京の門前仲町で僕の旅のねレポートとライブがあります。なのでぜひぜひ来てくださいということで、よろしくお願いします。本当ね可愛い歌、お花にちなんだ歌とかすごいいっぱいあって素晴らしいですよ。Thank you.
次の放送で楽しみにしてますね、お会いできるので。週末よかったらね、日曜日遊びに来てくださいね、ライブに。10月15日、門前仲町。それではホダホフィス、失礼します。さよなら。